急激なスピードで様々なものの在り方、価値観が変わり続ける現代、変革の時代において真の豊かさとは何か。株式会社プラス PM 代表の木村が、各界の識者、著名人とともに豊かさの本質を明らかにすべく意見を交わす。私もその会社の中でチームワーク、チームプレーをすごく大事にしてて、ね、チームで仕事をするといいことがいっぱいあるんですよ、ね、まず1986年設計事務所としてプラス PM 創業、1997年にプロジェクト全般に関わることを目的に CM 会社へ転換。京セラ創業者の稲盛和夫氏から20年超にわたりフィロソフィーを学び、発注者目線、経営者目線で仕事ができる社員を育てることをライフワークにしている。仕事の合間に国内外へ旅に出かけ、自然の中で過ごすことを楽しみにしている。自然豊かなところ、特に長野県が好きで、けど高速ぶっ飛ばしていって、うん、いいですね、自然の中で本読んだりトレッキングしたり。やっぱり自然の中って、うん、人間本来求めてるものなんだなってやっぱり思いますよね、はい、うん、自然の中に。エブリンだよ。愛知県生まれの愛知県育ち、ガーナにルーツを持つ。小学校4年生からバスケットボールを始める。2014年アジア競技大会の日本代表に選出。2021年東京オリンピックで銀メダルを獲得した。現在はトヨタ自動車女子バスケットボール部アンテロープスに所属する。現役選手でありながら起業家としても活躍し、サークルオブライフ株式会社代表取締役、ランドリージャパン合同会社の代表を務める。休日にはキャンプを楽しんでいる。今日お会いできるのすごく楽しみにしてました。いや嬉しいです、はい、いや本当に、うん、正直私たちも、うん、トムヘッドコーチが金メダル取るって言った瞬間に、うん、いや本当に取れるのかな、うん、こんなのとかいうざわつきはやっぱりあったんですけど、はい、バスケットボールをそもそも始めたきっかけっていうんですかね、はい、いつ頃からどういう理由で始められたか、はい、その辺を聞かせてください。あ、そうですね、うん、バスケットはちっちゃい頃親がアメリカの NBA をよく見ていて、はい、まあ、そこからその中にドウェイン・ウェイド選手っていう、うん、スーパースターがいるんですけど、はい、それを見ながらバスケット選手に将来なりたいなってずっと思ってたんですよ、はいはい、もう本当に楽しくやりましょうっていうのがコンセプトで、はい、最初始めたので、うん、まさかここまで来るとは全く思ってなかったので、はい、はい、コミックの話なんですけどね、はいはい、スラムダンクで桜木花道がね、はい、赤木春子に気に入られたいから一生懸命やるじゃないですか、うまくなりたい。ありますね、あんな時も若干ありました。ありました。トム・ホーバス監督がね、はい、スーパースターはいないけど、うん、スーパーチームだと、うん、スーパーチームだから銀メダル取れたんだっていう話がね、ちょっと読んだんですけど、私もその会社の中でチームワーク、うん、チームプレーをすごく大事にしてて、はい、まあ、会社の言うたら優先順位としたら一番上にあるんですよ。ーチームで仕事しようっていうことを毎日もう社員に語りかけてるんですよ。素晴らしいです、はい、チームで仕事するといいことがいっぱいあるんですよ、ね、さあ、まずお客さんに最高のサービスが提供できるっていうことですね、はい、うん、間違いないです、はい、それから仕事の生産性が上がるという、うん、から一人で仕事、難しい仕事を一人で抱え込むとですね、本人がすごくストレスかかって、もしかしたら精神的に潰れちゃうんですよね。だけど実際はですね、チームで仕事するって言うのは優しいんですけど、実際そういうチームワーク作るのものすごい難しくてですね、まあ、私思うところは、はい、いいチーム作るためにはトップがこれを目指すんだっていう、なんか社会に役に立つスローガンを社員に示して、はい、チームメンバーに示して、はい、でできる限りなんかそれに向かってみんなで議論する場、はい、話し合う場が大事かなと思うんですけど、いやもうやっぱりコミュニケーションは相当取ってましたね、うん、はい、うん、本当に練習中もそうですけど、うんうん、練習終わった後なんかも、うん、まあ、それこそ先ほど言ってたみたいにみんなお風呂仲間だったりするので、はい、ジャグジー行って、うん、まあ、今日の練習こうだったよね、うんうん、どうしたらいいかな、うん、じゃあこの人に聞いてみようっていう展開が生まれたりとか、はい、まあ、あとはやっぱり間違いなくトムヘッドコーチが、はい、
ここに行くんだと、もう金メダル取るんだっていうところに向けて、自分たちは何ができるかなっていう、あの考えられるような、その中でもあのトムヘッドコーチは明確に、あなたはこの仕事をやってください、あなたはこの仕事をやってくださいっていうのがあるんですよね。それを事前に言われるので、どれだけそれを徹底できるかによって、あ、チーム作りっていうのはもう全く変わってくるっていうのをみんなが理解して、あの今回あの一人一人が役割を達成できたっていうところはありますね。はい、自分の役割が明確に伝えられるという、明確に伝えられますね。あなたは、まあ、あの空いたらスリーポイント絶対打ってください、あなたはあのドライブをしてファールをもらってきてくださいっていうのが毎回決められてるので、もしあのスリーポイント空いてても打たないものならば、エブリィー何してるんですかってやっぱり少し、余裕を持ってもらう、あの一緒に働く人だったり自分自身もそうですけど、それがあることによって、ちょっとまた違うアクセントが、あのスパイスが入ってきたりすることによって、あ、こんなのができちゃったっていうのが結構楽しかったりするのかなと思います。人間いっぱいいっぱいだったらね、そうですね、そうなんです、何か新しいことを生み出す力がないですもんね。ないんですよ、やっぱり、あのそればっかり考えてしまうので、ちょっとでもこう余裕を持つことによって、こうぼーっと考えたりとかして、あ、こんなことやったら面白そうだなっていうのが生まれたりするので、まあ、それこそその余白の時間がやっぱり私の場合キャンプだったりとかするんですけど、この、あのキャンプにも行けないですし、どうやったらこれを打開できるかなってこうぼーっと考えて、あ、そうだ、最近のあのテクノロジーとして VR を使おうということで、あのオキラスあれじゃないですか、あれを買ってですね、宮古島に行ってました。そうそうVR の世界の中で宮古島にあって言いながらっていう余白の時間を作ったり、大事ですよね、はい、結構おすすめですよ、おすすめですよ自然豊かなところ、特に長野県が好きで、あ、まあ、大阪から車で行くと片道6時間ぐらいかかるんですけど、高速ぶっ飛ばしていって、いいですね、はい、で長野県でちょっと2日ぐらい過ごして、自然の中で本読んだりトレッキングしたり、大事、もう最高です。いいですね、やっぱり自然の中って人間本来求めてるものなんだなってやっぱり思いますよね、はい、自然の中に身を置くっていうのはすごい大事なことだと思いますし、あのちょっと、メンタルトレーニングについてね、ちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、トップアスリートとして、ナショナルチームとして仕事し て、はい、してる中ですね、最高のパフォーマンスを出したいって常に思うんでしょうけど、当然スランプの時もありますよね、うまくいかない時あるし、モチベーションが下がってる時もあるんですよ、そのメンタル面を強化するとかに何か意識されてることってあるんですか？そうですね、それこそ多分ここに関しては代表の中で一番取り組んできたかなっていうのがあって、あのなぜかっていうと、実を言うとオリンピックの年、延期になる前の年、実を言うと、あのオリンピック出なくてもいいかなって思った時があったんですよ、それぐらいあの、まあ、怪我だったりとか、あの調子がやっぱり上がらないっていう時期が重なってしまって、かなり完璧主義な性格が結構あったりして、本当に全部がきちっきちっとしてないと意外と気になっちゃうタイプだったんですよね、あのそれを気づかせてくれたっていうのがまず一つ大事なところで、で、まあ、やっぱりさっきの余白の部分じゃないですけど、完璧じゃなくていいんだっていうところにいかに気づけるかどうか、そこであのやっぱりシュートが1本2本入らなかっただけでも、その後100本ぐらいシュート入るかもしれないじゃないですか、少し緩めてあげるみたいな、だいぶ緩めましたね、なのでもう60点ぐらいでまあいいかなっていう、エブリーさんの持ってまれたその素晴らしい笑顔で、チームメンバー皆さん勇気をもらったんじゃないですか元気づけられるというか、あのそれだと嬉しいですねあの割とやっぱりあのお笑いタレントだったりするところあるんで、エブリーいけって言ったらよっしゃーってまあ、そこもでも一つの仕事だと思ってて、あのやっぱりそういう即席なメンバーのところだと、まあ、積み重ねてきたそういうなんだろうな、チームケミストリーみたいなっていうのはあって、あの、あってないようなものなので、いかにやっぱりそういうなんだろうな、まあ、自分がそういう、おちゃらけ担当であったりとか、あの試合を見ててね、おちゃ、あ、ここなんかスリーポイント打つチャンスなんで打たないね、パス終わったとかね、どうしてドライブするんだとかね、そうなんですよね、あれもなんか一つメンタル面あるんですか、スリーポイント打つっていうの、そこは自分の仕事に、またさっきの仕事の部分に関わってくるんですけど、あの結構みんなもうシューターって言われるぐらい、スリーポイントすごいいい確率で入る子たちが集まってるんですけど、ただみんなシューターでいいかって言われると、やっぱりそうでもなくて、
やっぱりこういう生まれつきのこういう強い体を、うんうん、生かして、うん、どん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 相手の選手にアタックしていくっていうポジションも必要だったんですよ、ね、はい、そこに唯一こう抜擢されたというかどちらかというとスリーポイントよりそっちの方が得意な選手でもあったので、はい、まあ、もちろんそこにスリーポイントが乗っかってくるとすごくいいんですけど、うん、そういう役割で、今回みんなとまた違った方面で、はい、プレーしましたね。それが先ほどの話のチームワークとかフォーメーションとか役割なんですね。そうなんです、そうなんです、はい、今回、まあ、はい、エブリンさんとこう対談の企画やってるんですけど、うんうん、実はね、豊かさの本質を見つめるというテーマでですね、私はその物の豊かさ、心の豊かさ、どんなふうに感じるかっていうと、すごくお客さんのために役に立った仕事をしてですね、はい、でお客さんから褒められて、でそれもすごい瞬間で嬉しいんですけど、もっと嬉しいのが、まあ、うちの社員がですね、はい、1年前と比べてこんだけ成長したんかっていうね、 あの彼女が、あの彼がここまで成長したんかっていう、その瞬間を見るとね、すごい豊かさを感じるんですよ。いや本当にそう、これがなんかすごい幸せって、経営者としてのすごい幸せ感があるんですよ。いいですね、うん、やっぱり成長するっていうことは、うん、まあ、バスケットにおいてもそうですし、うん、余白があること、はい、っていうのはちょっと余裕があるなっていう、はい、って思う時間が結構私にとっては豊かさがあるかもしれないですね。もう本当に今回の、うん、なんだろう、こうずっと余白が大事、うん、余白が大事って言わせてもらいましたけど、うん、あと豊かさっていう意味で、うん、余白が心の余白があるってだけで、うん、自分に向けなきゃいけないエネルギーを他人にも向けられる、うんうん、はい、エブリンさんのちょっと最近 その新しいビジネスのことについてお聞きしたんですけど、はいはい、サークルオブライフ株式会社っていう会社を設立されて、はいはい、クイックコーチという、はい、なんかアプリを使った何かこう新しいビジネスですか、なんかそもそもですから、そういうビジネスを始めようと思ったきっかけと、はい、そのクイックコーチ、はい、すごい興味あるんですけど、ちょっと詳しく教えてください。そうですね、うん、やっぱり始めようと思ったきっかけは、本当に地元の子どもたちがきっかけなんですけど、まあ、なんでかっていうと、やっぱりコロナウイルスの感染拡大で、自分自身が体育館使えなくなっちゃったんですよね、はいはい、その時に、もう昔に戻ったみたいに道路でこうドリブルを ついてたりとかして、近所 の、家族とかに、あ、エブリンちゃん今日も頑張ってるねみたいな、はい、ことがあったりしたんですよ、まあ、でもこうやりながら、こういう状況ってことは自分自身が、地元の子どもたちもきっと体育館が使えなくて今困ってるだろうなってふと思ったので、ちょっと連絡を取らせていただいて、はい、もし何か、困っていること、自分の技術で困っていることがあれば動画を送って、送っていただければ添削して返しますよ、はい、っていうところからスタートしたのがクイックコーチなんですけど、それがどんどん口コミでこう広まっていって、はい、でウェブアプリに今させていただいてて、はい、で次、iPhone でも使えるようにネイティブアプリにしていこうかなっていう段階なんですけど、はいはい、コーチ側も収益がやっぱり立たないというところの問題がありまして、でそれ以外にもやっぱりコーチって、はい、なかなかやっぱりコーチだけで生活ができないっていう部分もあるんですよね、はい、でこのコロナ禍で動画を使ってこんだけビジネスが回るんだっていうことが証明されてしまったので、じゃあ遠くにいる子どもたちも教えれるよね、はい、どんどん教えたら教えただけ自分に収益も入って、はい、生活費の一つ の柱として、使っていただけるよねっていうコンセプトで、コーチと、生徒をマッチングさせるっていうアプリケーションを作らせていただきました、はい、結構今もうユーザーさん増えてるんですか。はい、やっぱり今の小中学生はもうデジタルネイティブって言っても、携帯で、全部こうできてしまう子たちが多いので、まあ、その子たちをこうターゲットにして今やらせていただいてます、ね、はい、エブリンさんがもう一つそのビジネスを始められたきっかけで、はい、アスリートのセカンドキャリアのことも気になさってるっていう話を少し読んだんですけど、はい、ちょっとそこも聞かせてください。そうですね、やっぱり今こうやってお話しした中で、まあ、コーチが収益立たないっていうところがありましたけど、同じくアスリートも引退後ってやっぱり、なかなか生活できないっていう方が結構いるんですよね、あの選手が八百屋で働いてるの、みたいなショックですよね。そうなんですよ、
あの豊洲の八百屋で働いてると聞いて、はい、豊洲の選手村じゃなくてですかっていうそれぐらいちょっとやっぱりショックを受けたこともやっぱりありまして、はい、うん、まあ、そういった選手たちのためにもこういうクイックコーチを通して、うん、あのやっぱり今まで培ってきた経験ってなくなるものではないので、うん、それをどんどん生かしていきましょうよっていう、うん、あの一つのエコシステムをこう作るというプラットフォームとして、はい、あの今クイックコーチをやらせていただいて、いや素晴らしい、はい、ありがとうございます。ぜひ発展してほしいですね。そうですね、うん、あの最後にちょっと、うん、まあ、今後のですね、まあ、ビジョンをお聞きしたいんですけどね、はい、実は私 もうずっと若い時から挑戦ばかりしてるんですよ、はいはい、20代で会社サラリーマン辞めて独立してですね、はい、で設計事務所始めたんですけど、はい、もっと社会に役立つ仕事ないのかっていうことで設計事務所やってた仕事を辞めて、はいはい、まあ、コンストラクションマネジメントというコンサル業に、はい、ビジネスを変えたんですね、はい、でその後も日本国内で満足しなくて海外出たろということで、うん、まあ、なんかマレーシア出たりベトナム出たりして、はいはい、まだまだやりたいこといっぱいあるんですけどね、はい、なんかいやでもあの木村さんのそのスタンスを自分は見習いたいですよ。やっぱり自分自身もあのやりたいこと本当にいっぱいありまして、まあ、それこそやっぱりクイックコーチをこう上位させたいだったりとか、はい、まあ、他にもやっぱり海外に出ていろんなあの仕事をやってみたいっていう気持ちもすごくありますし、あのもともとバックグラウンドがあのアフリカのガーナっていうところもあるので、まあガーナが今こうどんどんこう発展していってるっていうところもこうやっぱり見ているので、そこに何か関われないかとずっと模索はしているところですね。まあそういう意味ではあの私もいつになったら挑戦が終わるのかっていうのは、はい、おそらく多分終わらないんだろうなっていう気持ちで、はい、あの同じだと思います。エブリさん、もう一つお聞きしたんですけど、はい、あのアスリートのセカンドキャリアがすごくね、はい、今気になさってるって話ですけど、はい、セカンドキャリア豊かにするためになんか皆さんにこうメッセージないですか？そうですね、うん、まあ、やっぱりスポーツ選手とかあの、うん、そういう職人気質なあの、はい、仕事ってやっぱり自分の技術をどう磨くかっていうことにすごいフォーカスしがちだと思うんですけど、はいはい、私が一つアドバイスできるとしたら、うん、やっぱり好奇心をすごい持つことかなと、好奇心、はい、うん、と思いますね、うん、やっぱりあのいろんなところにアンテナを張って、うん、あ、こういう技術もあるんだ、こういう会社もあるんだ、あのもしかしたらつながらないかもしれない、うん、スポーツと、うん、でもどこかでやっぱりこう、うん、つながるところってあるので、うんうんうん、それこそそれにスポーツにつながることも絶対あると思いますし、うんうん、はい、あの経営者のチーム作りがもしかしたらスポーツにも合うかもしれない、はい、ちょっとじゃあ逆に自分は木村社長からアドバイス聞きたいですね。今後経営者としてのアドバイスを自分は聞きたいなと思うんですけど、何を大事にしていったかというと、はいはい、やはり、うん、社会に必要なことを提供したいという、うん、はい、これがベースになかったらダメやと思ってるんですね。はい、会社の売り上げお金なんて後でついてくるもので、お金は絶対追っかけたらダメやっていうふうに思って、うん、はい、その思いを社員に伝えていいチームを作ることかなって。でもう一つは、まあ、今の時代やっぱりプロモーションですよね。あ、そうですね。多くの人にせっかくいいものやってても、はい、自分の心の中だけに持ってても仕方がなくて、社会に広く訴えていくっていう、それがメディア選択とか戦略とかプロモーション活動、ね、うん、そこなんか得意そうです。あ、いや、いかに喋れるかな。そこは大事ですね。はい、そこだけは取り入れたと思います。はい、エブリンさんと私とは違う世界で、うん、今まではそうだったけど、これ今後なんか接点もありそうなので、また時々は情報交換とかできる場面があれば嬉しく思います。はい、今日は本当にいい時間を持てました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。あのクイックコーチで上場、はい、上場だ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 、応援するぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。よっしゃ、ありがとうございます。